私たちの未来をもっと輝かせてゆこうここからがさト始まるよ皆さんこんにちは野球の道の時間がやってまいりましたここから1時間野球を楽しく深くお届けできればなと頑張ってお届けしたいと思います私は竹村雄二と申します本日はですね 実はですね一緒に普段出ております大森さんもですね阿部さんもですね都合がありましてコルク来ることができませんですので、なんと私1人という1時間、私1人での一人語りの回となりましたどうか1時間お付き合いくださいよろしくお願いいたしますさてですね、今はですね韓国のキジャンといわれるところですね U18 のワールドカップが行われております日本チーム強いですね、本当に。 連勝,連勝できておりましてさ今のところ3連勝で先ほどちょっとあの途中経過を見たら今日も台湾に勝っているという話を見ましてこうやっぱり強いなと思ってちょっと途中結果を眺めておりましたでその悲願なんですけど私、ですね一度行ったことがございましてもう3年前にの話なんですが当時はですね出来たての球場でございました。 その時はですね出来たての球場に何が行われているかと言いますと女子野球のワールドカップが行われましたこの時もですね日本があの連覇を飾りましてあの素晴らしい試合を見せさせていただきましたさてですねその話を少ししていきたいなと思っております今日はですね写真とかもたくさん用意しておりましてその写真を見ながらいろいろ振り返りながら旅の思い出とかも語っていきたいと思っておりますどうぞ1つよろしくお願いいたします てですね、こうやってです、ね、一人で語るというのはなかなかです、ね、大変なものでして段あの,ー、普段あのそんなに私喋る方ではないんですねでそこをです、ね、一人で語っていくというのはなかなか大変なものなんですがいろいろ頑張っていきたいと思いますではです、ね、さっきあのキジャンでワールドカップの話題が出たところで,です、ね、そのキジャンという球場,の場所に行ったんですがそこはです、ね、な球場の名前ヒョンデ社ドリームボールパークという名前の球場でした。 3年前できたときは本当にできたてでしてあの私はあのバスと電車とバスで行ったんですけどなんか話噂で聞いたところによるとプサンという街がすぐ近くにあるんですけどそこからタクシーで行こうとしてがた場タクシーの運転手さんは場所分からずに帰引き返したって噂もちょっと聞いたぐらい当時は本当にできたての球場でなおかつちょっと交通の不便な場所にありました。で今も 今はですねちょっとですね電車があの,あの近くまで伸びてきたらしくてですねそこからあのバスで行ったりとかですねあのタクシーとかでも行けるようです。で、当時はですね私3年前に行った時はですねなかなか新鮮な旅でしてあの私、あの韓国語っていうのはアニオハセオつまりこんにちはとあのカンサムニアありがとう。 あとは、失、ま、踪よ。ごしそうさん、美味しいですか美味し,しかったです。みたいなことぐらいしか言えない。今でもそうなんですけど、言えない状態で私行きまして、で、どうやって行ったかと言いますと、あの、Google マップと、韓国地図コネストというインターネットサイトがございまして、これを参考にして、あの、どの辺にバスが伸びてるのかなとか、検索をしてきまして、 で、韓国のハングル文字って私は当然読むことができません。で、読むことできないんであれば、まあ、そこに明日にアルファベットとか書いてったら、あ、こんないいことなのかなと思って調べたりとかしたんですけど、その、できた球場、できたての球場の近くにバス停のマークがついてて、で、そこのハングル文字をちょうど書い,書いてあって、で、そのハングル文字をグルール翻訳で書けて、で、そのバス停の名前を、発音を調べて、いきました。 で、そのボンりのバス停の名前は、アジアドカントリークラブというゴルフ場の名前だったんですね。で、そのゴルフ場の名前で調べて、その、そこに通ってるバスの番号が書いてあったんですね。13番とか23番。ちょっと番号はもうすでに忘れてしまったんですけど、その番号のバス停をずっと辿っていったら、あ、地下鉄の駅。確かね、その時に4号線という地下鉄の駅が、まあ地下鉄でもその厳密映像、高架の上を走る、 新支みたたいな路線だったんで、すけどでそこの4号線の,あの駅で終点になっていると分かりまして、あ、じゃあここから乗り換えればいいんだなと思って、あの、私、そこの駅行きました。で、その駅でバスの番号を見て、あ、これじゃないんだ、あ、これだな、いろいろ確認チェックしながら、その番号のバスが来たら、運転手さんに、もう、あ,あの、そのバス停の名前、アジアドカントリークラブっ 行ったんですね。そしたら、あ、喉いいよとかいう感じで乗せてもらって、運、う、賃、ん、払ってバスに乗りまして、で、途中の球場の近くの,あの交差点か何かにですね、女子野球ワールドカップの横断、あのー、幕がかかってまして、あれ行きたいんだって話をしたら、あ、分かったから分かったからって言って、あのー、そのバス停の前まで乗せてくれました。それはすごくいい思い出として残っております。 で、あの、やっぱり球場本当に出来たてでして、当時はですね、本当にその地図でもあまり反映されてない状態で、あの、球場が、あの、できた、本当に出来たての時に、こけら落としかなのイベントか何かで、ちょうどその、キジャンの球場のこけら落としを兼ねて、こけら落としを兼ねて、あの、行われたイベントとして、女子野球ワールドカップだった記憶があります。ではですね、ちょっと写真の方を今日は用意してまいりました。 すみません写真を出していただけますでしょうか出せますかあ出ました出ました出ましたでこの、ね、写真がねあの決勝戦の日に撮った写真なんですけどナイターでちょっと暗くなっているかもしれないですけどこれが女子野球の,メインのワールドカップのメインの会場の近くで撮影したものですねでここの目の前が確かメインの球場で で、隣にも、あの、サブの球場があるんですね。確かね、3面か4面ぐらい球場がありまして、ワールドカップでは2面ぐらいが使われてたかと思います。で、それで決勝はもちろん、今、よく野球の中継で行われているメインの会場で、あの、行われておりました。日本戦では、あの、私、あの、出てる、こう、日本戦で選手が、あの、プレイしてる光景もお素晴らしいなと思ったんですけど、キジャンのその球場の光景みたいな時にすごく懐かしいなっていうのが、正直私の感想としてありました。 でですねキジャンに行くとそれで行って現地に行ったの行っていろいろカナダの試合ですとか日本とカナダの試合その前は日本と韓国の準決勝の試合とか見たんですかねでその時はですねちょうどアメリカがその時はけ予選で敗退してしまうというちょっと下番狂わせが起きたりとかしたんですねで、まあ、日本は日本で勝った韓,で韓国も決勝リーグまで出てきたんだ っていう感じで結構私はちょっと見直した記憶があります。なんでかっていうと、実はその前の年ぐらいにですね、日本に韓国の代表チームが遠征してきて、日本のアマチュアチームと試合をやったことがあるんですね。その時の試合のイメージがすごく強かったんですね。えー、こんな感じ、韓国の代表のチームってこんな感じなんだって言って、ちょっと驚いて。 たんです、ね、まあまあデメルうんちゃらかんちゃらの話はちょっとそこは置いといてでそこからまあ、だんだんだんそこから翌年ぐらいにそのワールドカップの翌年や翌年ぐらいのワールドカップそのワールドカップを見た時にあ韓国すごく強くなってるというのはちょっと感じましたまあだん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 いろんな国が女子野球に注目を浴びてきてあ注目を与えてきて強くなっているんだな これはすごいことだなと思いながら、あの、当時その試合を見た記憶があります。もちろん日本がもうすごい強いし、女子野球はもう連覇ずっと続けてるんですけど、だん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 そういう形でお互い、いろいろ刺激を受けて強くなってくると本当にいいことだと私は思っております。でですね、私、キジャンという町に行った時に、何が有名かって私もそんなに知らなかった。まあもちろん海岸にすごく近いところなんで、海産物がうまいんだろうなと思っていて、 たらですねなんとですね、現地のその韓国戦の後に、あのー、ちょうどそこで知り合った方、日本人の方なんですけど、一緒にカニを食べに来ました。で、カニはですね、本当に美味しいんですよ、ここの。ここのカニ、本当に美味しくてですね、まあまあ驚きました。すみません、ちょっと飯テロのような写真なんですけど、次の写真出していただけますでしょうか。出てるかな で、その写真を見たときにですね、見ていただくとわかるんですけど、本当に、このカニを3人か4人でですね、あの時3人だな、3人でですね、食べたんですね。いや、殻いっぱい食べましたね。カニも腹いっぱい。なんか野球の話なんですけど、カニの話すいません。あのー、私そういう、野球も好きなんですけど、そういういろんな美味しいものも食べるもの、ことが好きでして、で、野球は確かに、 楽しい、見てて楽しいし、好きなんです。だけど、例えば、あの、ドーム球場でもない限り、あの、雨で中止ってことがあるわけですよね。当然のような話ですけど。で、中には、その時、試合がなくなってしまうケースもあるわけなので、で、もう見れないって可能性もあるわけなんですね。で、それを考えた時に、野球だけでちょっと旅をするのはやっぱり辛いなっていうのは、もう正直思っておりまして、じゃあ、野球と何かを組み合わせて毎回旅は楽しもうと。 いうことで、うん、楽しんでおりまして、私は例えば野球の旅と歴史の旅とかでもいろいろあると思うんですよ。で、そういうので、ちょっと今回韓国、その時は韓国で食べ,食べ物とか美味しいものをいただくことができたんですけど、そのキジャンではすごいカニを美味しくいただきました。で、他にもですね、この時キジャン以外にもちょっといくつか行,く行ったところはある、野球では行ったところはあるんですけど、 あの、もう、その次の写真を見せて、送っていただけます。次はですね、ソウルのチャムシル野球場ってところに私来ました。ちょうどこの木じゃん、行く前、木、行く前ですね。つい、確か着いた日かな。韓国の木、あのー、ソウルですね。ソウルのチャムシル野球場で、あの、野球の試合を見まし、プレ、韓国プレ野球の野球の試合を見まして、ああ、こんな感じでやってんだと思って、外野でノンブイード見させていただきました。 でこのあと、ね、私、韓国プロ野球もう2回ぐらい見に行ったわけなんですけどで、その写真も実はもう1枚用意してあります。次の写真を送っていただけますでしょうか。でですねあの、そのチャムシール焼き場、私2回トータル行ってるんですけど、1回、あ、そう,そうこういう感じです。まあ、これはあのちょうど試合が始まる前ぐらいかな、試合始まった後とかなで、ぐらいの写真なんですけど、こういう状況で見させて、これ2017年の時かな、見に行ったときに。 おこういうい感じなんだと思って見た記憶がありますこの2017年の時もちょっと女子野球の試合を実は見に行っておりましてでそれはちょっと後ほどまた触れさせていただきますでその韓国プロ野球で応援って貢献が、まあ、応援オリジナルの応援をやっている、まあ、韓国、台湾、日本それぞれスタイルはそれぞれ違うんですけどやっぱり応援スタイルというのはどこもあの何者を使、まあ韓国、台湾、日本、まあ あたりのトレーキみたいにやっぱり何者があってあの応援する人応援団って人、まあ、それはあのいろんな立場から立場で構成されているのはよく存じておりますし、まあ、中には中には韓国台湾あたりは球団の人がつなまら抱え込んでるやってるケースもあるわけですでまあそれちょっとやり方は多少違うにしてもやっぱそこら辺のところはアジアの野球文化なのかなっていうのは正直感じますねそれを一概に何者が あってはいけないいんだっていうのはちょっとおかしいのかなっていうのはやっぱり感じましたね。で、そういうのはもうやっぱりかん、特に日本以外の国とか日本、日本だけじゃなくて、日本、韓国、台湾、もうそれから私、アメリカも実は行っておりまして、で、アメリカで野球見たときも、は、アメリカで野球が見たときも、それぞれ考え方はあるし、まあ、それはそれで、韓国、台湾、日本とか見たときには、あのー、そういうのやっぱり、 そういうなりもの入りの野球の応援のっていうのはやっぱりそれでアジア独有の文化なのかなと思いつつあの見ておりましたそれはそれで私すごく楽しくてですね韓国でも台湾でもですねこそれからその後ですね日本でもそう日本でもまあまあ外野席前好きだったこともある一時期ヤクルト神宮球場とかの外野席とか もう若い時ですすけど言ってたこともありますでその時その後韓国台湾その後まあいろいろ紆余曲折だって二軍の試合見に行ったりとか、あのー、独立リーグの試合行ったり女子野球の試合とか行ってるんですけどそんなに私応援団の近くで見ることに関してはは全然抵抗はなりません実はこれは意外かもしれないですけどあのー「ああ楽しくやってんだじゃあその近くでいてもいいや」と思ったりとか「あその近くで写真撮ってりゃいいや」とかいうのは心の中でやっぱりあって。 で、その近くで座ってても別に苦にはならないし楽しんで見ております。でですね、じゃあですね、実はですね、そしてまあ韓国ネタがもっと続いたところで、私、あの、先8月22日、先月の話なんですけど、実はまた韓国に行ってきました。 いろいろ、ま、関係が、あの、政治関係ではちょっと、いろいろ、動いあの、悪くはなってるのは事実なんですけど、で、ま、それはそれとして、ま、いいだろうと思って、ちょっと見に行ってきました。で、そこで、あの、次の写真にちょっと行きたいと思いますまず1日目着いたときに行ったんですが、私、それ、今回はですね、チャムシル野球場にあって、別な球場の野球の、韓国プロ野球の試合が見てみたいなと思って、何箇所か絞ってみたときに、ちょうどですね、 古直ドームという、あの、韓国のドーム球場で試合がありまして。で、それの試合を見てきました。こん、この時はですね、キウムヒーローズとキアタイガースという試合を見ました。で、キウムヒーローズっていうのは証券会社が、なんかあの、スポンサードしてるみたいなんですけど、で、キウムっていう名前が付いてるらしいんですね。キム、確かキウム証券かな。ちょっとそこら辺のところは私、もう <laughs>、そこまで詳しくなかったんでごめんなさい。えっと、説明がうまくできなくて。で、キアタイガースっていうのはキアという、あの、自動車会社が、 あの、持っております。で、日本ではそんなに知られてないんですけど、アメリカとかでも、あの、キアの自動車販売店とかあったりとかしまして、実際、独立リーグの試合とかで、アメリカ独立リーグの試合とかで、スポンサードしている、現地の販売店がスポンサードしているの試合を見たことがあります。まあ、それはともかくとして、この試合結構面白かったのは、5対0でキアがずっとリードしてたんですけど、最終回に一気に5点差に追いついたという。 いうちょっと劇的な試合を見ることができまして。で、あのその時も、その時はすげえなーと思って、やっぱりなんか5-0で、このまま息気承知していくかなと思ったら、そうではなくて、5点差を一気に追いついたかと思って、あ、これ、なかなかいい試合を見ることできたなと思って、ちょっと、よかった、聞きてよかったなと思っております。で、ちょっと次の写真いきましょうか、写真、ちょっと私、その球場内、ポチッと写真を撮った写真が、撮りましたので。 こちらで、キウム、あこ、こちらがですね、ョ直ドームのですね、中でございます。で、こちら、まあ、ちょっと撮影、自分で撮影してきたんですけど、あのー、この時に、何か、あのー、いろいろ、まあ、その時にも、まあ、日韓関係はいろいろあったんですけど、私には特に、あのー、韓国の方々皆さん親切にしていただきまして、あのー、その中で一緒に、まあ、楽しんだりとかをしてました。で、 韓国プロ野球を見,たより、まあ、見ててそれでおーって感じで見ててさすがに10時近くになって5対5でそのまま進んで最後で見ようかなと思ったんですけどこの先のこともあったのであのその時は途中で10回ぐらいで帰っ,てし、ま、帰ったんですけど、まあ、その後同点で終わったそうです。でこの翌日ですね私実はです、ね、別なところに野球を見に朝から行きました。 で、何があったかと言いますと、第4回 LG カップというものが行われました。で、この第4回 LG カップ、まあ、今回 LG カップ2019ということで、あのー、行われて、まあ、LG という名前、その名の通り、あのー、韓国の有名な電気機器メーカーの LG がスポンサードしている、あのー、女子野球大会が行われておりまして、そこにはですね、今回、あのー、 日本からはアサヒトラスト、それからですね、韓国は2チームでして、韓国の代表チームと、あと、あの、現地の方が言うには、B 代表と言われるチームのか。それからですね、アメリカの選抜チームって言われるの、エリ、アメリカエリート、それからですね、台湾のクラブチームとも言えるサンフラワー、それから香港の代表チーム、それからオーストラリアのクーガプラス、それからですね、ヨーロッパのトムキャッツ、 主にフランスの選手が主になってるチームなんですけど、そこが、トータル8チームが参加しておりました。で、あ、香港が抜けてるか、香港の代表チームも一体トータル8チームということでありますね。で、どうやって行ったか、もちろん電車とバスとタクシーでございます。公共交通機関で行きました。で、電車はですね、実はその前の2017年もそうだったんですけど、 ちょうどあの、新しい路線とか開通しておりまして、で、そのち、それを使えばなんかかなり近くまで行けるぞってことがちょっと地図とかで調べたらわかりまして、で、それでちょっと行ってみました。で、その電車乗り、結構電車がですね、中で飛ばしていくんですね。あのー、地下鉄なんですけど、結構と、かなりの距離をですね、 距離区間も長くて例えばあの地下鉄ですとだいたい1キロ2キロぐらいであのすぐ駅があったりとかするんですが、あのここの場合、いきなり例えばですね、この新聞丹線という地下鉄の路線だったんですけど、8km ぐらいあって、そこを90時速9 0キロぐらい走るんですね。でかなり飛ばすなぁと思って、ちょっと驚きながら、見てまあ、実際、総武線なんかの回数だと1 0 0キロぐらい出してるんで、 ですけどそんなに飛ばしてるなってイメージはないんですね。でも、ギューンって感じで飛ばしてくるんで、ちょっと驚きました。で、そこからですね、あの、京光線という、あの、その理町の方へ行く電車に乗り換えて、だい,たいあの最寄り駅の、まで行って、そこからタクシーで行きました。で、タクシーはですね、去年、その前の年の時はね、ちょっと苦労しまして、あのタクシーに Google マップみたいなこうプリントアウトして持ってったんですけど、え、ここみたいな感じで、ちょっと、 迷われた感じで、で、やっと分かってもらえて、連れて、現地連れてってもらって、あの、乗った記憶、連れてってもらった記憶があります。で、今回はですね、タクシーで、もうそのままタクシーに乗った時に乗る前に、あの、LG、球場の名前が LG チャンピオンスパークという、あのー球、球場名でして、もともとあの、LG ツインズか、あのー、というチームの、あのー、演習場でございます。 でここのあの球場のところでですねああのー、まあ、試合行われたんですけどそこの名前を言ったらですねおいいよって感じで乗って乗ってって感じであの乗せてもらってあの現地連れてってもらいましたでまあそ今日その前のそのそ2年ぐらい前に行った時は何もあの表目印みたいな特に私見え見分けられなかったんですけど今回はもうちゃんとタレ横断幕とかもあちこちにあってあ イベントが行われてるんだって、もうどこから見てもわかるような感じの雰囲気で行われてました。もちろん、あの、私行った日はですね、金曜日だったので、あの、そんなに人が出入りしてるというよりも、関係者と選手だけみたいな感じのところだったんですけど、あの、普通に行われておりまして、なおかつ、前よりは本当に盛り上がってる様子がよくわかりました。で、そこで、あの、まあ、 いいろろ試合を見てきたんですけどでどんな感じだかっていうとですねちょっと横断幕の方はです、ね、えっ、ー、と今、写真出すことできますか8枚目の写真ですでそこのところで見ていただくとこれ球場内か球場の近くで写した写真だと思うんですけどこういう形で垂れ幕が横断幕が,垂れ幕がかかっております。 で、駅、あのー、道沿いのところ、一回、なんか目立つ交差点みたいなところで横断幕もかかってるのを私見かけま、させて、見かけましたので、あ、やってるんだなって、よくよくわかりました。で、結構ですね、私はけっ、あのー、今回、アサヒラストが優勝して、で、最終的にはアメリカンチームが準優勝だったって結果なんですけど、アメリカンチームはですね、実はですね、この時期ですね、アメリカ代表があの、パンアメリカンカップという戦出ておりまして、 それ以外の別な選抜チームで臨んだ形なんですが、で、それとアサヒトラスがほぼ互角に戦ったというのは、ちょっと、おおって感じで思いました。で、アサヒトラスはですね、ビーナスリーグという女子野球の、関東,関東地方の女子野球リーグのトップクラスの、ビーナスリーグの中でもトップクラスの、指折りのトップクラスのチームなんですけど、そこと互角にそれまでやれるんだって、やってくるんだっていうのはちょっと、その、まあ、そのアメリカエリートっていうのは、14の州から、14、 14ステートって書いてあったんで,で、から選ばれたチームですってことが、LG カップの今回パン、いただいたパンクニットにも書いてあったんですけどで、なおかつ若いメンバーから選ばれたってこともあの、こちらのパンクレットには記載がありました。で、それを読んでた時に、あなかなかやるなと思って思、思っておりました。 すいません。今はですね、ちょっとパンフレット開いてみたらですね、12の、あの、州から14歳から20歳の選手で、をメインにして選ばれましたみたいなことが書いてありますねで。これからの将来を担う選手がここをこうやってやれる、やってくるんだってことになってきますと、当然、例えばワールドカップで今後、もしかしたら日本を脅かす存在になってくるのではないかなというのは、正直感じたところではあります。で、他にもですね、脅かす存在というのは当然、おりま、ありまして、例えばですね、 台湾のサンフラワーってチームなんですけど、これはもう本当にクラ台湾の南部、確かね、えと、台南の方だったかなのチーム、台湾、台南が台中のチームなんですけど、クラブチームなんですけど、結構強いんですよ。実はですね、今年沖縄で私、あの、女子野球の大河を見させていただいたときに、私がちょうどいないときに、あの、台湾人の方、後で台湾人の方が聞いたんですけど、平成国際大学の、あの、まあ、1、2年生を主力にしたチームと対戦したときに、 満塁ホームランを放った選手がいて、6点先制して、最終的に最後逆転されて負けちゃったんだけど、したとかいう話を聞き、実際その後動画で満塁ホームランの動画を見て、もちろんそれ、満塁ホームランって言っても、あのランニングホームランに柵越えの満塁ホームランですよ。で、4点取って、さらに2点追加して、6点先制したとかいう話を聞いて、すげえなと思って。で その時見たのがちょうどその台湾のサンフラワーとアサヒトラストの試合を見たんですけどアサヒトラストは4-0で結果的に勝ったんですけど台湾のチームもなかなか単独でここまでやれるんだったらこれ台湾代表だけで組んできたら結構やるんじゃないかなと実際台湾女子野球から日本の女子プロ野球の方に何人かの選手は実際来てますしでこれから先かなりの希望が持ってどん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 強くなってくるんではないかなと。ここも絶対にあの 将来的には日本代表の連覇を阻むって可能性は私はなきにしもあらずかなというふうに感じるまであの他国をううううううう込めてみたいな話になってますけど実際あのこれは本当に近々一つの日本の課題の一つでしてだと私は感じてるのは日本のライバルを育てなくちゃいけない日本が独り勝ちししてんだったらなんだ日本だけじゃん強いじゃん 生んでしまうと、やっぱり世界的に盛り上がりが欠けてしまう。で、女子野球が盛り上がってよりは、日本が強いだけで、日本がここまで強くなれたんだったら、じゃあうちらもっていう,いう感じはやっぱりあるんじゃないかなと。で、俺らでも、私たちでもやってみるわ、みたいな感じで来てる人たちがいるんじゃないかなっていうのはやっぱり感じるところであります。で、まあ、少しずつその方がは出てきてるので、それを上手に育てなくてはいけない。 まあどこまで育てるんだって話はやっぱりあるんでしょうけどね <laughs> まあそれはねそれはやっぱりきついやっぱりいろいろあるんだと思うんですよだけどそうやってどん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 いろいろまじいろんな形であの影響を受けながら育てていくまあ育てるっていうのはちょっとおこがましい話なのかもしれないけどあの作っていくっていうのは今後日本にできることだと思うし それをやっていかなくちゃいけないのかなと思います。実際日本の技術力ってね、野球の技術、まあ他のものもそうなんだけど、すごく高いと思うんですよ。やっぱり日本製、まあ日本製品ってわけじゃないけど、日本の考え方とか、それに対するものの考え方とか見てると、やっぱすげえよな。そこをうまくもっと伝えていくっていうことはすごく重要だと思うし、それをしていかないとやっぱり、 全体的に伸びていかないのかなっていうのはやっぱり感じるところでありますね。で、そうすると、やっぱり、あ,あこ今後、日本と中、日本と、じゃあそうしたらこういう形で月、うちはこういうことができるよってことで、あの、テイクしてもらったりとか、するのはできるんじゃないかなっていうのはやっぱり女子野球から考える、世界じゃ、日本じゃないですけど、いうのは <laughs>、あの、感じるところであります。で、そういう形で、まあ、どん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 、あのー、作っていけば、また面白いことができてくるんじゃないかなと思うんですよ。 でこの、まあ、LG、まあ、カップはこれ韓国の大会でありますが、あのー、そういうのは感じてそう,ううそういう形でどんどん,どん,どん交わっていったいろいろ楽しいことができてくるんじゃないかなというのは思いますねで将来的にはまた多分来年ワールドカップがどこで行われるか分かりません、正直で去年はあのー、アメリカで行われてその前はプサンで行われてその前は宮崎でした。 今度はどこで行われるか私も分からないです。まあ、どんなところで行われるんだろう、ヨーロッパだったりして、それとも、あのー、台湾だったりして、それとも日本なのか、それとも韓国なのか、中国なのか分かりません。まあ、あの、アンダーエイティンの女子野球の大会はなんか今度アジアの方で、アジアの関東省で行われるっていう話なんですけど、まあ、どこで行われるか分かりませんけど、まあ、そういう形でもっともっと盛り上がっていけば楽しいなと思っております。実際ね、あのー、7月にね、あのー、ヨーロッパのフランス、フランスで、あのー、女子野球の ヨーロッパ予選が行われました、まあ、予選にしても本当にフランスとオランダとチェコの3チームが参加して3チームのうち2チームが上がれるっていうことでオランダとフランスが結果的に勝って2チームが勝ち上がったって形なんですけど、まあ、たとえ3であっても3カ国であっても予選が行われたっていうのは私は素晴らしい,い,いことだと思うしこれからどん,どん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 広がっていけばいいなと思っております。で そういうことも私、あの、最近ちょっと思い,思い始めて、まあ、自分ができるということは、あの、そんなにあるわけじゃないんですけど、そういう形でいろいろ楽しんで、楽しめる機会で広がっていって、そうやって国際大会が大きくなっていけば、僕は嬉しいなあと思っております。で、ちなみにですね、私、あの、チェコも実は行ったことがありまして、写真のすいません、12枚目を出していただくことってできますか とね、こ私、これ女子駅じゃないんだけど、あの実際、あもう2枚ぐらい先です。1、2、3か ?3、4、二3枚先かなごめんなさい。そう、この次ぐらい、もう,もう 2, 2枚ぐらい先ですね。すみません。もう1枚お願いします。そう、これね、だん、えっと、エキストラィーガでチェコのリーグ、まあ、 に行った時の写真なんですけどこれ、店舗プラハの球場であの見た写真なんですけど、で撮った写真なんですけど、まあ、それの、あの、1枚ですが、私、そういう、こういう形で、あの、いい、なかなかいいグランドでやってるなっていうのは、現地でも感じて、あの、帰ってまいりました。で、そういう形で少しずつ、まあ、ヨーロッパでも野球やってるのは事実ですし、特にチェコ、私、チェコの野球実際見させていただいて、レベル高いなと思って。 あのー、日本に前ヨーロッパ選抜が来て東京ドームで何試合かやったの私見たことありますけどあれはあれで良かったんですけどチェコの中のリーグ戦でもそんなになんか奥からそれは見,見,て見て耐えられない見,見られないようなものじゃないしもう確かに日本のプロ野球にはレベルは落ちるかもしれないけどいいレベルの野球をやってるなと思ってでその後あのー、実は余談がありましてあるあの独立 野球の関国際野球の実際コーチやってる方から、竹村さんチェコの野球行ったんですかあ、来ましたってった。あの、その中であ、あいつの球はエグいでしょみたいな話をされて、あ,あ、そうですね。みたいな話をした記憶はあり、ありますし。で、そういう形で、あのー、いろんいろな選手が、まあ、チェコに参、のリーグ参加、実際日本人の選手も参加してるようですし、まあ実際、アジア系の選手も見かけましたので、で、そういう形で、まあ、プレイしてたり、そういう、で、 グランドの環境もそんなに悪くないんですよ。まあ、例えば球場にあの、すごいいいシートがあるからそういうわけではないんですけど、グランドのレベルも私は決して日本の球場と遜色ないぐらいのレベルのいいグランドでやってるなっていうのを正直感じました。で、なおかつ、あの、これ、チェコの天保プラハの球場って、あの、プラハ市の、あの、そんなに路面電車の終点からそんなに離れてない場所にあって、で、 そういうところでグランドがあってやってました。あ他にもですね、私、あのその時はですね、あのプラハ城と有名なあの世界遺産級の場所があるんですけどで、そこのプラハ城の近く見える場所にグランドを持っているところで私、野球を見たことがありまして、こんないいところでやすごいな本当に世界遺産のあの百頭の町プラハンで本当に見える場所で野球やってんだ。もうちょっとそ,そこはあの市街地から離れた場所だったんですけど、 やってんだってちょっと感激を覚えたことがあります。さてですね、そろそろ、あのー、CM へ行きたいと思いますが、あのー、少し話をしたいと思います。あのー、海外旅行ってね、本当にね、あのー、計画をも、計画を持っててかね、あのー、一人旅もちょっと楽しいです。私はあのー、どちらかというと集団行動がそんなに得意というほどではないので、あのー、そういう時にはですね、もう一人旅で行くしかない。 自分が行きたいテーマは何だつ野球だじゃあそうすると、まあメジャーリーグ以外のとこだなじゃあそしたら一人旅しかないなと思って、毎回一人旅なんですけど、一人旅でも、まあちゃん、ガイドブックとか、あと、いろんなものを参考にしながら、組み立てていくとね、結構ね、楽しい旅になるし、ハプニングは、まあまあ <laughs>、あったりとかするんですけど、めちゃくちゃむ,むちゃくちゃだな。例えばあの、何か盗まれるとか、そういうハプニング系ほぼほぼないので、 あの、ちゃんとここ、ここら辺が危険そうだとかいうのは分かっていけば楽しい、あの、すごく楽しい旅、一人旅も楽しい旅になりますし、言葉が分かんなかったとしても、あの、本当にいい旅になることは私受け合いだと思います。それでは、そ、そろそろ CM に行きたいと思います。すいません、CM お願いします。 「毎日の中で」「辛いことも」「逃げたくなることも」「全部に重につけて」「頑張るじゃなくて思い切り」「楽しんだもん勝ち」「つらみ上げてもう一度歩き出す」「どこまでも行こうよ」「あの先の彼方へ私たちの」 CM の後もですね、私一人と、一人語りが続いて参ります。すいません。今後ともよろしく、30分間残り30分ぐらいあるんですけど、よろしくお願いいたします。我ながらよく喋ってると思っております。竹村雄二でございます。ではですね、あのー、再びですね、また写真を表示しながら、あのー、いろいろ語っていきたいと思います。えっ、ー、とですね、 すいません9枚目の写真を出していただくことできますでしょうか、私、韓国でですね、まあ、女子野球も見てますし、今回の韓国プロ野球見に行ってるんですけど、他にもちょっといくつか見て,まいったとこ見てきたところがあるんですね、でまあ、今回の写真、野球以外のものを考えるものでは、例えばあの鉄道関係の、ここに鉄道が走ってたみたいなものをちょっとあの見ていこうようと思って、その席とか、私、見に行ってきました。 でその石碑があった場所がです、ね、ト,ンデムトンデムンというあの有名な韓国のソウルの有名なあの門があるんですけどその近くにあ,ったんですある場所でしたでそこからまあちょっとした鉄道が伸びてたんでその石碑をちょっと見ていったりとかですねでその石碑の近くにです、ね、少し離れたところなんですけど球場がトンデムン球場という球場がありましたここでも韓国プロ野球は昔行われたそうです1959年にできてその後は、まあ あのいくつかの経緯があって、ああ今、こう別な形になってしまっているんですけど、その球場の後ということで、外野の照明灯の分が、外野かな照明灯が行われておりまして、いかにも球場があったというのが分かるような仕掛けになっております。で、こういうのってね、なかなか私、好きですね。で、仮に例えばさっき、その鉄道っていうのがですね、ちょっと、ちっちゃい路面電車みたいな鉄道でして、仮に例えば、 日本の私鉄っていうのはよくあの球団を持ってたところ、今もまあ実際西部あたりは球団を持ってるわけなんですけど、例えば他にも南海ですとか阪神とか、阪神もちろん野球球,球場、球団持ってますね、南海もありました、近鉄持ってましたね、あと他にも西鉄、それから昔もっと昔なら東急とか持ってたって話も聞きますし、あと二軍史って本を読んだときに、姫路の方を走ってる山陽電鉄もですね一時期二軍の球団を持ってたそうなんですね。 でそういう球場とまあ鉄道っていうのはどうしても切っても切り離せないものがやっぱりありますよね。でそういうのをちょっといくつかあの想像したりとかもしたこと、まあ、戻ってからも想像したことがあります。でそういうものを見てみないとかですねいくつかの巡ってみたところはあります。でこれはあの私最初冒頭もちょっと申し上げたんですけど野球だけだとやっぱり あの野球でまあ例えば野球メインを例えばメジャーリーグとかでも何でもいいんですけど野球だけ中心に,まあにするのはいいけどそれだけだとやっぱり辛いなっていうのは毎回感じててもっといろいろなものを見ていろいろ現地でいろいろなものを試してみたりとかいろいろ見学して現地にしかないものを体験してみたいなっていうのがやっぱりそう自分の心の中にありますねでそれをまあいくつか実践してみたりとかしてしたいですね でちょっとまあさらにですねそれその次の写真を見ると <laughs> 強烈なのが出てまいります飯テるのような写真ですが焼肉の写真を撮りました <laughs> でや現地で焼肉っていうと2人から2人以上で食べるもんだそうですねであの1人焼肉っていうのはやっぱり中にまあ日本でもそう,らしそうですけどあのハードルが高いもんでございますであのちょっと1人焼肉っていうことであのインターネットで検索をしまして あの一人の焼き肉オッケーみたいな店をソウルで見つけましてでそ,れそこに私ちょっと行ってきまして美味しくいただいていますなかなか美味しかったですやっぱりさすが焼肉ソウル焼肉の本場やなと思ってまあ他のところでももちろんいろんなところでも焼肉美味しくいただけるんですけどこういう形で美味しくいただけるのもなかなかのきこういうとこ機会だなと思って食べておりましたちなみにあの韓国行った時にですね私 二つ参ったものがあります。一つはですね、飯の量です。すごい親切なんですよ。ある店行った時に、あのー、その時、そこの店はサムゲタンが出てきたんです。サムゲタンに、さらにですね、キムチだとかのおかずが出てくるんですけど、その量が半端ないんですよ。ええー、と、で、そしたらですね、おばちゃんがですね、もっと食べるかみたいなことで言ってくるんですね。空だ,だぞみたいなこと言って。 えあ大丈夫ですみたいな話で言ってあのお客あのそのおばちゃんにはあのあれお礼を言った記憶があります実際先日そうでしたもう,もう,たも,うもう腹いっぱいだよ俺はと思って <laughs> もうと,とりあえずもう食べるだけ食べましたけどまあ美味しかったんですけど量を毎回出してくれてすごく親切で量も出してくれたらすごく嬉しかったんですけどここまで出してくれたらもう,もう十分ですなと感じで帰ってきた。 まあ余談ですがもう一つ参ったのはタクシーでございましてタクシーはすごい親切でうっしゃーって感じでパーッと伸ばして結構飛ばすんですよねであの一般道とかのブワーッて飛ばしていくんでかなり <laughs> こんなに飛ばして大丈夫なんかなと思ってドキドキしながらタクシーは何回か乗りましたもちろんあのすごいしんあの丁寧なタクシーもありまして そ,こそれは確か模範タクシーと言われるものだったらしいんですけど、すごいあの車の中もきれいであの、運転も丁寧で,丁寧でした。まあ、ちょっとそれは余談ですね。まあ、参、まあ、ったものはあの料理の量と、まあ、タクシーの運転、タクシーのな運転の運転士さんの運転具合で具合でございまして、他は韓国料をすごくあの楽しんでまいりました。料理も非常に美味しかったです。で、あの現地の人地の やっぱりですね私ちょっと現地に行かないと知らないこともたくさんあるんじゃないかなっていうのをいくつかの日本語ぐらいでもあったんですけど感じるとこがありましてで現地に行っていろいろ見てみようっていうのはやっぱりコンタンとしてありますでやっぱり現地に実際まあインターネットでたくさん知ることもできるしテレビとかでも知ることができるんですけどあくまでもまあそこはあの予習みたいな予習復習ぐらいの感じであそういえばこういう感じだったよなと思ったりとかあこうやって行けば楽なんだなとか Google マップとかであのストリートビューとかで、ね、あここの子を見ていけば楽だなとかいうのをチェックするのに使ったって感じですねあのー、例えばあのインターネット YouTube ってあながちバカにできないのがですねまあ実際今回私も YouTube <laughs> あのあの配信してるわけなんですけどあのー、例えばですねプラハの街とかで行った時にあったのはプラハの空港から街にどうやって出るんだろううんバスに乗って で路面電車に乗り換えれば自分のホテルの最寄りもあっという間に着くな分かるけどどうやって乗り換えんだろうと思ったらやっぱり YouTube であのどうやって乗り換えるとかそういう話とかも結構ねあの取り上げた動画があるんですねもちろんそれはあの英語だったりとかするんですけどあの日本英語はそんなに分かんなくてもここで乗り換えればすぐに行けるよみたいな感じの動画ですごく分かりやすかったんですよ。そそういううういいのを見てですねあそういう感じなんだった でチェコの場合はです、ね、もっと面白い話いことがあって私、もともと鉄道が好きなのであの例えば全面動画とかよくありますけどああいうので,です、ね、ロチ,ェコのチェコのスプラハの路面電車の路線の全面動画とかも結構ありまして何系統の全面動画みたいなのを見てであ確かこれ空港の近くから行くなと思の路面電車だなと思って。 じゃあその路面電車の全面動画とか見たりとかしてちょっとあの予習をして現地に乗り込んで迷わずに行くことができました、まあ、そういうちょっと活,あの活用とかもありますので例えばもしも海外初めてだなと思ったらですね実際いろいろ動画のピンキリあるんですけどぜひぜひですねあのそういうのをチェックしてみてみて見るのはですねおすすめですそうするとねあの結構迷わずに行けたりとかすることもねありますから本当にね いいいと思いますよこれ地図だけとかだとね結構ねえー、こっち行ったらいいのかあっち行ったらいいのか分からないっていう時もあるんですよねでもしも例えば Google マップとかでも思っててもあれこっちかな合ってんのかなと思って、ね、同じような光景が続く,続くようなとこだと本当に助かりますただそれでも実際知らないことは結構分からないこととかもあったりとかするので、あのー、それは本当に 現地行ってみてみかることもたくさんあります実際あの、あるアメリカの球場に行ったときにですね、本当にここを歩いて大丈夫かなと、何もないような無人の廃墟のようなところを通って行ったことがあるんですけど、もちろん昼間だったんですけど、昼間のデーゲームだったんで、これは確かに寒々とした光景だよな、それってインターネットじゃからねえよなと思って、まあ、実際、その街はそんなに治安がいい方じゃないってことは分かってたんですけど、 駅の冒頭かからこれかと思ってあのちょっと怖くなった記憶もありますし逆にあの現地行ってあみんな親切なんだなっていうのをまあ実は例えば韓国台湾なんかがそうなんですけどあの感じたことはたくさんありますあ日本人ですかみたいな感じであじゃあそしたらそこで大丈夫ですよとかあとあのこれは韓国でも台湾でもそうなんですよ。日本語の あのー、駅表示がされてて名前をカタカナとかで書いてあったりとかするんであここかとか分かったりとかすること結構ありましたねでそれあの韓国の地下鉄とか台湾の地下鉄でも台湾の路線とかでも書いてあったりとかするんでそれは非常に私助かった記憶があります逆に今度は日本とかで多言語表示とかありますけどあれはあのー、結構あのー お互いに助かってるものにありまして駅とかで働いている人からするといきなり訳わ,わかんない外国でわーって言われて何言ってんだろうと思ってしまうわけですね。で一方であの向こうの人はすごく困っててどうしようどうしようどうしようまあ最低限の言葉を覚えてけみたいな感じになるんだろうけどそれでもあの例えば字が読めないとかあったりとかするんですね。私は逆例えば韓国語でングル文字も読めない それはそうなんだけどでそういう時にその文字が書いてあったりとかすれあここの駅かとか分かったりとかしてくれるんですそのストレスはお互いに減ってると思うんでなかなかの価値があることだなと思って思っておりますのでまあ困って聞かれたらすぐ嫌な顔せずに答えてあげよう私ができるのはそれぐらいなんですけど看板とか見た時に多言語のいろいろ言葉がたくさん書いてるのは。 はなんか私は個人的に賛成なんで地図とか示した時にあここだここだよって感じで示してあげればもう向こうの人も分かってくれるかなって思ったりとかすることは多々あります、まあ、ちょっと野球から離れましたがえっ、ー、とね私あの野球の旅野球の旅でねいろんなところ他にも台湾も行っていますして沖縄も行ったんですねであのー、沖縄行った時に沖縄はさっき女子野球大会行ったって話をしたと思うんですけど まあ沖縄の海って綺麗ですね。本当に綺麗で、あんなに綺麗な海なんだと思って、初めてバス乗って見てる,見てるだけで、はあこんな綺麗な海なのか、のんびりと薄砂浜で、あの日光駅でも楽しみたいなぐらいで思った、思ったことは多々ありました。で、でそういうふうになって、現地で見るとね、やっぱりね、本当にね、いろいろな発見ができて楽しいですよ。まあ、旅の楽しさの一つかもしれませんね。 でそういうことを楽しんで,で、なおかつ野球も楽しめば、まあや、野球ツーリズムじゃないですけど、そういうのは絶対ありだと思いますよ。ぜひ皆さんもあの楽し今度楽しみんで見ることをお勧めします。でねあの、野球のリーグってね、あ,のこあっちこっちにあるんですよ、実際、まあ、チェコの話も出ましたし、あと今回、あのさっき冒頭であれあ取り上げました、アンダーエイ1ンのワールドカップ。 スペインが勝ってるんです。スペインがあの、まあ、そこそこはやるだろうなって予想は立ててるし立てた人がいるみたいなんですけど、例えば日本戦でも4対2で、スペインと、あのまあ、日本が勝ったわけなんですけど、結構いい試合をやってるんですね。で、その後もですね、スペインはですね、パナマに12対3、それからですね、台湾の試合も負けたんですけど4対、5対4で台湾が勝った1点差ゲームだったんですね。で、これ、多分アメリカとの試合でスペインがどの程度の、 結果を残すかていうのは結構私、注目しております。で、そうやってヨーロッパのチームがどん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 勝ってくると、多分ヨーロッパでも、お野球ってやれる、面白いんじゃねえとか、そういう考えがどん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 広まってくるのかなと、で、これは多分メジャーリーグとかが得意にしてくれると思うんですけど、例えばそういう形でどん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 ヨーロッパの選手が採用されるっていう可能性もあるのではないかなと思ったりとかしてます。ももちろん私は日本のチームにせっかかくだら スカウトをして取ってあげればいいのにな、まあ、というのはちょっと思ったりとかもしますね。でそこから、ね、日本で夢をつかむ選手が出てくるかもしれない。まあ、実際アメリカの選手であのこの前ソフトバンクに入った選手もいましたしねでそういう形で、ね、日本で夢をつかむ選手が出てくるそう,いう世界が出てそういう世界が出てくるかもしれないですよね。さてですね。えっと、野球 まあ、旅行の話を延々と話を続けてしまいましてあと10分ぐらいになってきたんですけどあのー、私あのできるだけ現場に出向くまあ現場に出向くってことを言ってたんですけどでそれでなおかつまあいろんな人と知り合ってあの今まで野球この番組を何年か続けさせていただいておりますでそこで知った人まあいろんな例えば、まあ、大森さんでもそうだしあの豊川君でもそうだし古市さんでも阿部さんでもまあ 他ににもも六角さんだい村山さんだいろなな方に出ててらってるわけなんですねでそういうところで知ってあこういういろいろな考え方の人たちせっかくだからこうやって番組やってるんだから呼ぼうとかいうのは私の考えとしてありましてどん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 そういう形で呼んで発表していろいろ聞いたりとかねそれでいろいろこうやって語ってもらったりとかいうことをですねこの番組では主眼にしておりましてで一方で私のようなこういう考え方も こういう考え方はどうなのとか、選手に聞いてみたりとかね、することも、あの、やっていきたい、やっていくというのがこの番組の趣旨でございます。だから野球を深く楽しく愛する番組っていうことで、野球の道を続けてる。一つ一つね、道って言ってもね、あの、いきなりあの、舗装した道路がね、バーンとできるというのはね、やっぱりなかなか、あの、ないんだろうなと。で、まあ、一歩一歩をね、草むらみたい、草ぼうぼうのみとこでも、あの、足を踏みしていっていくと、道がね、 道らしきものができていってね、できていって、それであの一つの道しるべになれば、道になればね、私にとってはいいかなと。で、この野球の道もね、なんと今、今回は私で20回目なんですね。その前のベースボールモール、私もやってましたし、その前に野球ラジオもやっておりましたけどね、た多分ね、今何回目なんだろう、60ぐらいはやってんのかな、もう足掛け数年やってるんだけど、 1> 月1回ペースでやってて結構な数になってるのかなと思っておりますでいろんな方に出ていただいたりとかしてですねまたその点あの感謝しておりますでいろな考えに触れることもできましてですねあのそれをもっと知ってもらいたいと思ってあのこの番組を続けておりますでそうやってね続けていくことによってねいろんな考えを知ることができるっていうのが楽しいかなと思っておりますあ なんかメールをいつ届きます、すメールじゃないけど、あー、日本負けてしまったんだ。今ね、ちょっとね、ディレクターさんが持ってきてくれたんだけどね、はい。雨が上がらなくて行動負けになったんだ。結構ね、韓国でも雨降るときは降るからなまあ、やっぱりまあ、速攻のところは、あの、難しいですよね。 あの国際ルールにどう対応するのかとかそういう話になってくるとああだこうだ始まってくるから私も,も正直ああこれまかりはもう天候を恨めないですねあの例えば判定をこうだああだっていう話でもできるんですけど天気を変えるっていうのはやっぱり無理ですからこの時期どうしても前も私確かね韓国行った時確か大変 カナダとの決勝の試合なんかもそうだったの、雨降ったんじゃないかな、どっかの試合でね、韓国で雨降った記憶がありますね。で、その後台湾に行ったときに、このとき、雨で降ったんですよ。で、ちょうど私、阿部さんが行った野球の、あの台湾での野球の試合行ったんですけど、グラウンドがぬかるんでるような状態で、野球やってた記憶がありますね、見てましたね。で、そのときもずぶぬブの状態で見て、で、 その後ちょっと霧雨になったりとかしながら何とかやれたって感じの試合だったんですけどあのー、もうこればかりはあのー、しょうがないからしょうがない面もあるですねうんそっか5回終了時点で雨が強くなったのかうんだけどこれから先まだまだ試合はワールドカップは続きますからそこはねあのー 次だと思ってて切り替えてせっかく3連勝してんだからここでいっぱいして例えばこれがねあ,のあともういっぱいもできませんとかいう状況だったらもうブーブー,ブー,ブー,ブー文句垂れてもまあしょうがないと思うけどむしろこの1い,いをどう切り替えていくかっていうのが、あのー、キーになるのかなと思っておりますでそこからね、あのー、どん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 多分今の私選手この前偶然野球試合見てたんですけど この人はタフだよなと思ってでいろんな、まあ、甲子園という大舞台を踏んできてるしいろんな戦いもしてきた選手の選抜隊だしもちろん技術もあるしで監督さんも、まあ、いい方だと思う私はなんか外見から見外試合のテレビで見てる限りなんですけどなんか良さげな感じだと思うだからそういうところを一体となってどんどんやってる様子が分かったのでこのアメリカで負けちゃった分でも。 そこを切り替えること、で私はこのチームはできるんじゃないかなと思って信じております。本当に。この次にね。つなげて、この一杯をつなげて、勝ってほしいなと。思っております。うん。ディレクターさん、ありがとうございます。うん。あのー、そうやってね、どん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 、いろいろな経験をしていけばいいと思うし。あのー。本当に技術はあるんだから。私はあの、意の中の蛙になるな。 とは思いますねそれをせっかくだから生かしましょうってことでいけばいいと思いますよ。そこで、まあ、今後ね彼らが、まあ、社会人野球に進む大学野球に進むプロ野球に進む、まあ、いろんな選択肢はあると思うんですいろんな道があると思うんですよ。そこでね今回のいろんな経験をね生かせば私はもう最高じゃないかなと思うんですよね。実際これは他のチームの選手ももちろん他の国の選手でも私は言えることだと思うんですよ。勝ち負け 勝ち負けもねもちろんワールドカップだから重要でせっかくだからもう私日本ね突き抜けて勝ってほしいなもう全部勝てばそれに越したことなんですけど決勝にね向けて頑張ってほしいなと思いますこれは本当に切なる願いでございますで、ね、そさてですねほか、まあ、にもちょっと野球関連の話題女子プロ野球の秋,リーグが秋のリーグがですね 昨日あたき昨日9月1日なんですけどからまたスタートするですね今度はです、ね、関東圏、今まであの関西圏、中部圏で行われていまして今度は関東地方、まあ、埼玉を中心にしてるんですけど、あのー、行われますで昨日は越谷で、昨日9月1日は越谷で行われたんですけど、あのー、今後はです、ね、か越谷以外にも川口市営球場ですとか浦和市営球場、それから船橋とかあと神奈川の方とかの球場でも行われるみたいですね。 私、個人的にはです、ね、あの川口市営球場の試合に行きたいなと思っております、まあ、小さい球場ではあるんですけど私、あの球場の雰囲気は好きですねであともう1つはです、ね、食べ物の話を出たところです、ね、あのさっきから焼き肉だ、カニだって話が続きましたけど私、この川口の近く西川,口川口の市営球場の近くにすごく美味しい店があってそこにまた行きたいなと思っております。

行列ができて1番か2番でそういう結果ですからねそういう美味しい店とかもあったりとかまあ実際たくさんのいろんな外国人の方が住んです。その外国人の向けの店もあったりとかまあいろいろその料理現地の料理の店もあったりとかするんですけどかあのー、私はそういう、まあ、美味しいものをまた食べてみたいなと思ってまあちょっとこれは川口 c a の推しの一つであります で、他にもいろんな球場で、あの、今回試合で行われるみたいでして、船橋市駅船橋の市民の球場とかの試合も見てみたいなと思っております。で、そろそろ時間が近づいてみました。で、あの、今、あと3分ぐらいですけど、我ながら1時間話し続けるというのはなかなか大変だなと思いつつも、よくぞ私も50何分話し続けてるなと思っております。今回もあの、本当に、 事前に独演会みたいなことを言われたことあるんですけどまさしく本当に独演会1時間野球を語ってしまいましたそれから野球に関する旅の話もしてしまいました本当にあのご視聴いただきましてありがとうございますまああの今後はあの誰か多分絶対いるとは思うんですけどまた何か1人の時があってですねこういう形でスタイルのことをやってみたいなと思っておりますあの,あの何かこれは語ってほしいとかありましたら私語ってみたいと思っております ぜひですねあの野球の旅ということもですねあの私は個人的にすごく好きですのであのこんな経験をしたところがありましたらあの教えていただければあの私の方でもいろいろ語ってみたいと思いますあのそれでとあのこういうこともあったあるんですよということで紹介したいと思いますさてですねそろそろ時間が近づいてきました次回はですね10月7日の午後8時半からの予定でございますあの今度はですね 私以外にもメンバーはいると思います。はい、あのー、どういうことになるかはわかりませんけど、次回も次回は10月7日でございます。ねあの今回はですねまあちょっと韓国の話題ですとか台湾とかいろんな国の野球の話とかですね、旅の話題をさせていただきました。皆さんですねあのー、旅で旅をすることによっていろいろ楽しむそれからいろいろ勉強をするいろいろおいしいものを楽しむ野球を楽しむいろいろな旅のスタイルがございます。 あのー、自分なりの旅のスタイルをつか,んでつかめばです,、ね、すごい人生にとって彩りを加えることができるのではないかと私は感じております。あのですね、そういうことを、ま、あのしていたあのぜひ、ね、こんな旅の体験があったよみたいなことを伝えていただければ、まあ、今後、野球旅みたいなことでどこかコーナーを作って紹介もしたいと思いますさて、ですねもう1時間が1分前まで近づいてきたというディレクターさんのサインがあの見,見えました。 あの本当にですね皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございます。「あの粘り、打つさん粘りファイター」で曲が流れてるんですけどあのこうやってね、あのどん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 自分の言いたいことをまあ、私があの腕私は腕っぷちが強いわけじゃありませんし何もあるわけではないんですけどあの自分のいこういう形の道を作っていきたいなと思ってあのこの番組をやっております。本日はご視聴いただきまして本当にありがとうございました。 そろそろ時間が本当に近づいてまいりました。1時間ご視聴いただき本当にありがとうございます。あのー、私のような、こういう独演につつ付き合っていただき、本当にありがとうございました。それではですね。次回はね、10月7日午後8時半からです。本当にありがとうございました。さようなら。